上白石萌歌です。青木ゆずです。そうですね、私は縦型初挑戦で、まずカメラがこう横向きじゃなくて縦向きになっているっていうのがまずすごく新鮮で、やっぱりアングルも結構人との距離感とか抜けとかがすごく難しくて、そこは絶妙な抜けを狙ったりするのがすごく新鮮でした。あとはこの夢の雫と星の花っていうドラマは、あの掛け合いがたくさんあるというよりかはモノローグでこうお話を紡いでいくようなお話なので、こうそれぞれの主観とかそれがこう交差したりとかっていうのが、あの縦型の画面なのでこう分割されたりとか片方の主観になったりとか、こうスマッシュならではのこう見方とか楽しみ方ができる新感覚のエンターテインメントが生まれたんだろうなと思って、私も見るのがとても楽しみです。そうですね、なんかこの夢の雫と星の花、なんかその YOASOBI さんの楽曲あの夢をなぞっての原作小説の実写化、なんかすごいロケーションがめちゃめちゃ自然豊かなところを舞台にしてたり、まあ、それこそなんかなんて言うんだろう、スマホでしか、スマートフォンでしかできないようなこのカメラ割りみたいなものが結構その画面いっぱいに多分広がるように配信されると思うので、なんかそこのなんて言うんだろう、普段見てるスマホが全然違う感じの世界観を身近で感じられるっていうのは本当新鮮で、やってる側もすごい想像力を使いながら楽しんで撮影できたので、なんか配信を楽しみに待っていてくれたら嬉しいです。夢の雫と星の花、ぜひご覧ください。好きだよ。立ち無能力は今も健在、夢みたいな話。ああ、こんなことここ以外で話したら病院連れてかれる私。お前はいいよな、進路考えなくてよくて。あ、予知夢見れないとか言って嘘だったのか。こういうパターンもあるんだ。本当にって今も不安になってしまうけど、二人